さあ、今皆様のお手元に、ハッピーエンドという漫画があると思います。それちょっとこれご覧になってみてください。若葉さん失礼しますと、ね、これ寝ておられるようですけれども、実はお亡くなりになった方に入れ歯を入れて、そしてその方の容姿をきれいにするというふうなお話なんです。見てください。この天童先生というのはですね、在宅医療をやっておられる、函館で在宅医療をやっておられるという先生の設定なんですけれども、入れ歯は食べるためだけの道具じゃないんですと、人が人らしく生き亡くなる上でも重要なものだと思うんですというふうなことが書いてあるんですね。でその中にも、この本の中にも、在宅医療豆知識ということで、口から食事をとっている場合はもちろん、そうでなくても口腔ケア大切です、口腔内の清潔を保つためだけでなく保湿がとても重要なんです、まあ、最後まで QOL 生活の質を保つ、それが大切なことなのですというふうに書いてあります。今皆様方のお手元にあるのは、このハッピーエンドの第1巻だと思います。青い表紙ですかね、空が載っていると思いますけども、これが第4巻です。で、もらったからにはですね、第4巻ぜひ買ってください。ね、これ漫画家の後藤先生から皆さんにプレゼントなんですけれども、この第4巻というのはですね、入れ歯が主役のお話が載ってるんです。で、これは、小児歯科の皆様がよくご存知のですね、岡崎義秀先生いらっしゃいますよね。元岡山大学の岡崎義秀先生の実話を元にしたお話なんです。こういうものをぜひですね、待合室に置いていただけると、まあ、患者さん方が亡くなる時でさえもしっかりとやっぱり入れ歯入れることは大切なんだなというふうな意識になられるんじゃないかなというふうに思います。